ありがとうございました。まあ、図書会も無事終わってほっとしてますけども、今日メッセージにも書かせていただきましたように、この10月29日に私ども男性合唱団にとっては大変かけがえもない清水治先生を亡くしましたので、小手先生をしのんで秋のビールを歌いたいと思いますが、会場にいらっしゃる方も合唱ファンの方がたくさんいらっしゃると思いますし、秋のビールもご存知の方がいらっしゃると思いますので、一緒に歌ってくださる幸いだと思います。まあ、天国の清水先生も大変喜ばれるんじゃないかと思いますので、どうぞ皆さんと一緒にアッピエを歌いたいと思います。